どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 GoTo イートキャンペーンとですね、大阪府少人数利用飲食応援キャンペーンっていうのをね、同時に解説ねやっていきたいというふうに思います。 GoTo キャンペーンのね、一つの事業である GoTo イートキャンペーンなんですけども、これはですね、感染予防対策に取り組みながら営業している飲食店、食材をね供給する農林漁業者を支援するために国が行っているねキャンペーンという風になってるんですよね。お名前ぐらいはですね、皆さんね聞いたことあるかと思うんですけども、今回ですねこちらのね解説やっていきたいという風に思います。こちらね、2020年の9月18日にですねこの動画作成させていただいてるわけなんですけども、現時点ですねまだね情報が全てね出ているわけではありませんので、最初にねちょっと言っときますけども、利用される方はですね、最新情報をね確実にチェックしてからね利用するようにしてください。それではですね、 GoTo イートキャンペーンの概要なんですけども、こちら期間はですね2020年10月1日から開始予定というふうになっているんですけども、まだね確定はしていないっていう感じになっております。でですね、 GoTo イートキャンペーンの特典はですね大きく2つに分けておりまして、プレミアム付き食事券とオンライン予約のポイント付与ということで、この2種類に、ね、なっているわけなんですけども、まずねプレミアム付き食事券なんですけども、仮にですね1万円の商品券を購入すると1万2000円分のね利用ができるっていった感じになるわけなんですよね。ですね、この差額である2500円分をですね国が負担してくれるっていう感じになっております。またですね、こちらのプレミアム付き食事券についてはお釣りが出ないっていう風になっておりますんで、額面ぴったりであるかそれ以上ね利用するようにしてください。また購入制限についてはですね、1回あたり2万円分っていう風になっているんですけども、こちらはですね自治体によっては8000単位でね販売となるかもしれないということですんで、その場合は購入上限はね1万6000分までっていう風になっております。次に販売期間なんですけども、2021年の1月末までっていう風になっておりまして、利用期限は2021年の3月末までっていう風になっております。こちらはですね、ざっとプレミアム付き食事券のですね概要なんですけども、すでにですね疑問が湧いている方もね多いという風に思うわけなんですけども、まずねこちら販売されるところはどこなのかというね話なんですけども、こちらの動画は2020年9月18日にね作成させていただいているわけなんですけども、どこでね販売がされるのかですねちょっとまだわからないっていった感じになってるんですよね。個人的にはですね、コンビニなどですね幅広くね購入できるのであればですね利用しやすいかなというふうに思うんですけども、これがですね限られた場所でしかね購入できないってなるとですね、ちょっと利用しづらくなってしまうのかなっていうふうに思います。次にですね、1万円購入すると1万2500円分がね利用できるプレミアム付き食事券っていうことなんですけども、そもそも食事にですね1万2500円もねかからないっていったね話が出てくると思うんですよね。私もねこれすごいね疑問なんですけども、こちらは一応ですね公式サイトに載ってる一例っていう風になっているんですけども、すでにですね都道府県別で公開されているホームページ等々を見るとですね、同じようなね説明っていう風になっておりますんで、こればっかりはですね開始になる前ちょっとわからない部分ではあるんですけども、このままですね1万2500円分がね利用できるものが1万円で販売されるかもしれませんし、1250円分が1000円とかでね販売されるかもしれないんですけども、ちょっとですねこのまま1万2500円分が1万円で購入できるってなった場合にですね、さすがにね利用する人ねそこまで多くならないんじゃないかなっていうふうに思いますんで、個人的にはですねもうちょっとね単位を減らしてね利用したいなっていうところなんですけども、お釣りが出ないっていうふうになりますんで使い切らなきゃいけないんですよね。ですんでねちょっとねどうなるかなっていった感じなんですよね。次にですね、利用できるお店についてなんですけども、こちらもですねまだね決まっておりません。ですのでこちらですね購入する方はですね、いつも行っているお店だったり行きたいお店だったりがですね、こちらが利用できるかどうかっていうのはですね確実に事前にね確認してから利用するようにしてください。
またですね、デリバリーとかテイクアウトとかですね、利用できるかっていうね話も出てくるかと思うんですけども、基本的にデリバリーとテイクアウトに関しては対象外っていう風になっております。ですけども、登録飲食店がですね、自ら行うデリバリーやテイクアウトは対象っていう風になっておりますんで、これはまあどういうことかというと、飲食宅配サービスってありますよね、 Uber Eats とかそういうものですね、そういうものは利用できないけども、飲食店独自でやっているものについては利用できるっていった感じになっております。次にですね、オンライン飲食予約のポイント付与についてなんですけども、飲食予約サイト経由でですね、予約を行って利用すると、次回ね利用できる飲食ポイントがね付与されるっていった感じになっております。付与されるポイントはですね、昼間の時間帯は500ポイント夕食の時間帯は1000ポイントというふうになっておりまして、この夕食の時間帯っていうのはですね、15時からっていうふうになっておりますんで、この点はね覚えておくようにしてください。ポイント付与上限に関しては、1回の予約にあたり10名分というふうになっておりますんで、最大ね1万ポイントまでっていうふうになっております。ポイント付与に関しては、2021年の1月末まで、ポイント利用期限が2021年の3月末までっていうふうになっております。こちらの利用方法についてはですね、1回目予約して来店して利用してポイントをもらうっていった感じになっておりまして、2回目からに関してはですね、1回目と同様に予約してね来店するわけなんですけども、1回目でねもらったポイントありますよね、こちらを利用して食事ができるっていった感じになっております。また2回目以降はですね、このポイントを利用して食事ができるわけなんですけども、それに対してもですね、ポイントが付与できるっていった感じになるわけなんですよね。ですので、1回目に関しては支払い 100% っていうふうにはなるわけなんですけども、2回目以降はですね、1回目に得たポイントがね利用できて、またねポイントが付与されるというふうになりますんで、かなりねお得に利用できるのではないのかなっていうふうに思います。でですね、こちらのオンライン予約のね飲食についてもね、疑問がね残ってる部分が結構あるわけなんですけども、まずこのポイント付与に関してなんですけども、ランチは500ポイントディナーは1000ポイント付与っていうふうにね決まっているわけなんですけども、これはですね、一体いくら使ったらこの500ポイントが付与されて1000ポイントが付与されるっていうのがですね、わからないっていった感じになるんですよね。ですので、こちらについてもですね、今後発表されていくと思いますので、確実にねチェックしてからね利用するようにしてください。これがですね、1000円で500ポイントとか1000円で1000ポイントって、まあこちらはまあさすがにないと思うんですけども、まあ、こんな感じですごいね高還元だったらねまだいいというふうに思うんですけども、これがね1万円利用して500ポイントとかね、まあ、こんな感じだった場合はちょっとね利用できるかどうかわからないっていった感じになってくると思いますんで、利用される際はですね、確実にね公式サイトね見てからね利用するようにしてください。次にですね、オンライン予約のサイトについてなんですけども、大手のねぐるなびとか食べログとかですね、一休 .com レストランとか大手の会社がですね登録されておりますんで、こちらについてはですね公式サイト概要欄に載せておきますんで、そちらね確認していただけたらなっていうふうに思います。それでは次にですね、大阪府少人数飲食店応援キャンペーンということで、こちらは大阪府がですね独自でやっている飲食店応援のねキャンペーンなんですけども、こちらもですね開始されております。こちらは大阪いらっしゃいキャンペーンとは違ってですね、大阪に住んでたりとか大阪のね近隣の県とかね限定っていう風になってなくてですね、大阪に行かれる方もですね利用することができますので、ぜひね参考にしていただけたらなっていう風に思います。こちらのキャンペーンの概要なんですけども、期間が2020年の12月31日まで、特典は2000円分のポイント、ポイント付与自体はオンラインのね予約サイトのポイントが付与されるっていった感じになっております。次にですね、利用条件なんですけども、オンライン予約サイトで4名以下の利用で15時以降に予約して税抜き5000円以上のね利用すると、こちらのね2000ポイントがもらえるっていった感じになっております。かなりね細かいかと思うんですけども、条件さえ満たせばですね、5000円以上の利用で2000分のねポイントがもらえるっていったキャンペーンになっております。こちらのオンライン予約サイトについてはですね、すでに一休 .com レストランだけねもう利用がね開始できるっていった感じになっておりまして、公式サイトね概要欄に載せておきますんで、そちらね見ていただけたらなっていうふうに思います。一休 .com 以外にはですね、ルクサ、
食べログ、グルナビ、オズモール、大阪グルメ、ヤフーロコということで順次ね対応していくと思いますので、こちらもね公式サイトですね、ぜひねチェックしてみていただけたらなというふうに思います。まあ、こちらのキャンペーンについてはですね、条件があるものの夕食でですね5000円以上予約して利用すればですね2000円分のねポイントがもらえるっていった感じになりますんで、かなりねお得なのではないのかなっていうふうに思います。さらにですね、休業要請が出されていた大阪南地区のちょっとね画像出しておきますけれども、こちらの赤枠に囲まれたエリアですね、こちら長堀通り、千日前通り、御堂筋、境筋に囲まれたエリアということで、こちらのエリアについてはですね、さらにね2000ポイントがねもらえるキャンペーンがね行われているわけなんですよね。さらにですね、このキャンペーンのすごいところはですね、 GoTo イートキャンペーンとですね併用可能なんですよね。ですんでこの大阪のね南エリアの飲食店に15時以降ですねオンラインサイトで5000円分のね予約を2名で入れたらですね、こちらの大阪キャンペーンで4000ポイントもらえてですね、 GoTo イートキャンペーンで2000ポイントもらえてですね、税込み5500円の支払いをして6000ポイントがねもらえるっていったねこともね可能っていう感じなんですよね。ですんでまあ利用できる方はですねかなり限られるっていう風になるとは思うんですけども、ぜひですね大阪行かれる方はですね検討してみていただけたらなというふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンベホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方ですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。